僕一番嫌だなと思うのはアブラムシとギラガネ。もう完全防備です。こう肌の露出をなくす。種が落ちちゃうとまあ草増えるじゃないですか。モミジのね下ってね最高なんですよ。この明るい日陰ライトシェード、ほんとね、こうやって特にね。こんにちは、直川園芸です。本日お届けするのは4月の園芸作業地植え編です。お庭に植えてある植物たちの作業ですね、行ってみたいと思います。暖かくなってくると植物やっぱり勢いよく伸び出しますね。特に落葉樹なんかは芽が生えてくるし、芝生なんかは伸び始める。あとはね、植物を植えるのにもいい時期なんですよね。まあそんなところをちょっと作業をしながら、僕が思うところをお話ししながら、作業をしていきたいと思います。ぜひ皆さん、これからのお庭に参考になるかと思いますので、最後までお付き合いをお願いいたします。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、ではまずお庭の方で見ることといったら、そうだな、じゃあちょっともみじを例にしてみましょう。これうちのもみじですね。病害虫のチェック、先月もやりましたけれど、僕一番嫌だなと思うのはアブラムシとイラガネ。イラガの幼虫わかります？あの電気虫とか、呼ばれてるビリビリってするやつね。あれなんかもう最悪ですよね。あの夏になるとあれなんですよ、あの出だすんです。で、どうしたらいいかっていうと、なかなかね予防方法って難しいんですが、もう今多分巣立っちゃってるけど、あ、これこれ、あ、落ちちゃった。こういう感じで、はい、こういう感じでたまにこうやってくっついてるんですよ、繭みたいなこの殻がね。これがいると幼のそこからさなぎになって、あのガが孵化していって、それが戻ってくるんですよ。あいつら戻ってくるんですよね。で戻ってきて、卵を産みつけ、それが孵化して、電気虫になるという流れです。ですのでこの殻があったら、まあ、まず戻ってくると思ってください。で予防としては今の時期に1回まあお薬をかけておく、まあ、アブラムシの予防的にもね、効果的ですし、持続性のあるもの、例えばオルトラン、モスピラン、このあたりを、1回散布しておいてあげるといいと思います。ちなみにオルトランは、750倍から500倍ぐらい、モスピランは500倍ぐらいで撒いておけばいいんじゃないかなと思います。水 1cc に対して、1リットルじゃない、水1リットルに対して 2cc で500倍になりますので参考にしてください。今まあチェックしてみて、今殻が1個あったんでちょっとまずいなと思っています。まあ他はまあ大丈夫かな。アブラムシもそんな出てないですし、いいと思います。虫に食われている様子もありませんので、いいんじゃないかなと思います。他の多年草や宿根草たちもまあまあこんな感じで元気に育ってくれてますね。これ秋に植えたやつですけど、ユーフォルビア と、ロータスのクレティクス、そして向こうはシルバータイム、あとはもう種で生えたニゲラがね、ワンサか生えてるんですよね。でこういうものをきちんとチェックしたこと、あ、例えばこれヒアシンスもう終わってるなとかね、じゃあ終わったらヒアシンスはこう花芽の部分だけはカットして、よっこいしょ、葉っぱは残しましょうね。葉っぱまで取っちゃダメです。ちゃんと光合成させて、球根にエネルギーを送り込ませてあげる。これ大事です。すごい大事。で、来年に備えて、球根を、大きく太らせる。まあ、もしくは分球するね、エネルギーにしてあげる。ということをしてあげてください。こんな感じね。で、花先柄は取ってください。他は何かあるかな？この辺はあれですね。サルビアの、なんだったっけ。あれですよ。メドセージ。いっぱい生えてきてますね。ただこれ増えるんで引っこ抜いてちょっとね、整理してあげましょう。間引きというものをしてあげなきゃいけません。これなんだったっけな、オミナエシか、オミナエシ生えてきましたね。夏に黄色いお花咲いてくれるんで、夏の黄色いお花って実は貴重なんですよね。あんまりあるようでないっていう、ですので大事にしなきゃいけません。あとまあブルーベリーなんかも今花いっぱい咲いてますね。ほらこの辺ニゲラだらけ。花壇に植えたのに花壇の外にいっぱい生えちゃってね、なかなかこの草取りが大変なんですけれど、咲くとまあ綺麗なんです。もうね、ほらほらこれね、
影になっちゃってるか、花芽ついてますね。もうブルーですね、これ珍しいな。だいたいね、あ、でも開くと白かな、白が多くなってっちゃうんですよね。うん、せっかくねブルーとかピンク植えたんですけれど、うん、白になっちゃいます。でも白も綺麗ですよ、可愛いんで、そのまま、残せるところは残そうと思います。さて他、うん、まあこんなところかな。こうやって植物の状態を見ていてあげて、あ、花芽がついてるな、そこにはアブラムシがついてないかなとかね、きちんと、状態を見てあげてください。でそれじゃないと、いろいろ作業っていうのも決まらないですからね。虫がついてたらそれ駆除しなきゃいけないとか、うん、枝が伸びすぎていたらちょっと剪定しなきゃいけないなとか思いますんで、ぜひこの状態をまず見てあげること、これがまず第一ですね。はい、じゃあまあ次の作業、移っていきましょう。では次ですね、まあこれも一応その状態を見るという点ではまずそこから始めなきゃいけないんですけれど、ここはね我が家のこの芝の部分ですね、で、まあ、こう遠目で見るとまだいいんですけれど、近くで見ると結構ねこう草が生えてるんですよ。で本当はねこうやってね抜きやすい、まあ、草も抜きやすい草、抜きにくい草があるんですけどね、を全部こうやって抜いてくといいんですけれど、なあね、面積広いとまあ無理じゃないですか。なのでまあプロのガーデナーの僕がねそんなこと言っちゃいけないんですけれど、楽しましょうね、皆さん楽しないと作業自体しなくなっちゃうじゃないですかね。僕もね自分家はねなるべく楽をしようとしています。そしなのでこの芝刈りね全部やろうと思うとなかなか大変なんで、僕は芝刈り機使います。でこの草、本当は草取ってから芝刈り機かけるっていう、本当はねやった方がいいんですけれど面倒っちいんで一緒に草刈り兼ねてやっちゃいますという物草なことです。なので芝のお手入れも草ごと買っちゃえばいいですよ。なかなか全部ね取ろうと思うと嫌になっちゃってやらなくなっちゃうんで、やらないのが一番悪いですからね、というわけで草刈り兼ねて、芝刈りやってみたいと思います。まあ今ねそんなに芝も背が伸びてないんですけれど、芝のポイントはこまめに刈ること、やっぱこれなんですってね、あんまり伸びてから刈っちゃうと軸刈りといって根元の方で切っちゃう、これは良くない、だけど、まあ、これもねぶっちゃけて言っちゃうと別にね緑になるんですよそこで買っちゃっても僕らも結構ね伸びてからお客様からご依頼受けることがあって、まあそれでもいいからやっちゃってくださいって言われるんです。伸びてるよりいいから。でやってまっちゃっちゃになっちゃうんですよね、緑の部分みんな買っちゃうんで。でもしばらく経つと結構緑になりますからね。なので毎年依頼が来るんですよじゃないと来ないじゃないですか。なのでまあ伸びちゃって困ったな、軸刈りってダメだ、ネットで見たけどダメなんだなって思ってる方もまあ大丈夫です、やってみてください。うん、それでダメだったらしょうがないじゃないですかね。いつも見ててストレス溜まるよりは僕いいと思いますので、ぜひやってみてください。じゃあ芝刈り機使って芝刈りしていきましょう。さてでは芝刈りしていきましょう。芝刈りするときも草刈りと一緒ですね。もう完全防備です。こう肌の露出をなくす、手袋をする。靴はね僕タビです。タビ履いてます。長靴なんかでもいいですね。ただ蒸れて動きにくいんで僕はタビにしています。あとこのね前掛けエプロン、なんかだと洗濯楽になります。ですので結構飛び散るんですよね。一応ねバッグにね僕の芝刈り機はよっこいしょ。はい、このバックパックっていうのついてるんです。ここでね芝集めてくれるんですけれど、それでもね舞いますので、一応安全のためにこのフェイスガードね、フェイスガードなんかもつけておくといいんじゃないでしょうか。あとこのネックガードねなんかもまあ日がきつくなってきましたからね、紫外線対策も兼ねてこれをやっておくと、まあ、汚れなんかもつきにくいですよね。首の周りに汚れつきにくいのでいいんじゃないかなと思います。さあでは装備整いましたらやっていきましょう。そういえばこれって僕動画撮ってたっけ、なんか撮ってなかった気がするな。うん、そうだな、一回このホンダの芝刈り機やったかな。まあいいや、うん、もしやってなかったらまた動画撮ります。さあじゃあ作業していきましょう。うるさいんで音切ります。
というわけで、さあ見てみると、この辺なんかで見てみると分かりやすいかな。うん、結構こう、草も一緒に枯れてるんですよね。で、今この草刈りをする理由っていうのが、正直言うと芝はそんな伸びてないんでいいんですけれど、草を刈る理由、ちょうど花がついて種を落とすちょっと前ぐらいなんですよ。これがまずい。種が落ちちゃうと、まあ草増えるじゃないですか。だから今やっときたいんです。という意味も込めて、今ね、一回草取りしとくといいですね。草取り無理なら、草刈り機とかでバーって草刈りするだけでも、もうだいぶ違います。種を落とさないこと。このために一回芝刈り機を草刈りも兼ねて、かけてみました。ぜひ皆さんも、今のうち一回でいいんで、草刈り機かけるなり、草取りをするなりやっといてください。そうするとね、多少草が減りますんで、後の負担が楽だと思います。では以上、芝刈り兼ねた草刈りでした。さあでは、花壇に今度は植栽ですね、植えてみましょう。前から植えたいと思っていた植物が2つありまして、ごめんなさい、揺れちゃった。1つはね、これね、これ、ラムズイヤー。確かビザンチナだったかな。暑さにね、結構強い品種です。そしてこっちはギボウシ。確かポールズグローリー。合ってるかな？合ってますね。ポールズグローリーという品種です。ちょっと変わった斑が入りますね。葉っぱの模様がちょっと変わった模様です。この2つを植えてみようと思います。で、手前が、この辺が若干日が当たるんですよ。なのでそっちの方に、日当たりを好むラムズイヤ。そして、モミジのね、日陰になるところ。こっちに、ギボウシを植えてあげようと思います。モミジのね、下ってね、最高なんですよ。この明るい日陰、ライトシェードっていうもので、葉っぱのね、隙間からチラチラと、この明かりが当たる。こういう環境がね、とてもいいんじゃないかなと思います。ですので、そこに、ギボウシ、そして手前の日当たりのいいところにラムズイヤで植えてみようと思います。特にラムズイヤのところは、モミジの根元で、全体的にじゃないや。この花壇の中では高い位置なんですよ。一番高い位置です。ということは、水はけがいいので、あんまり湿気を好まないラムズイヤーでも、いいんじゃないかなと思います。さあ、では植えてみましょう。よっこいしょ。よっ。まず、ギボウシからいこうかな。でも、その前に、いろいろちょっと草も生えてるんで、まあ、草も取りつつ、やりましょう。よいしょ。あれ？これは、あれだな。チランジア。よいしょ。あ、ちなみにこれいいっすよ。山菜掘りの、ナイフみたいなやつなんですけど。メモリもついてますしね、深さもわかるし、ギザギザがあるんで根っこなんかも切りやすい、株分けもできやすいというので、割とね、硬いところでもザクザク掘れます。よっこいしょ。よっ、よしよし、まあまあこんな感じかな。で、この根鉢よりもだいたい二回りぐらい大きい穴を掘ってあげて、よいしょ。深さもそうですね、これよりも、ちょっと深いぐらいまで掘ってあげて、植えてあげるといいと思います。さて、じゃあこれから出して、このギボウシは確か去年の夏と冬を超えてるんで相当強くなっています。出てこない。なんで出てこないかな。これが邪魔してるかな。よし、あ、そうでした。よいしょ。したらこれを、まあ、ちょっとだけあれかな、下の方こう根っこ切るというよりもほぐしてあげて、で表面に生えてる草なんかもちょっと取り、この肩の部分ね。鉢植え編でも言ってたけど、この肩をちょっとこうやって崩してあげると、なんか植物ってよく育つ気がするんですよね。よいしょ。さあ、そしてこんな感じかな。で植えてあげればいいと思います。さっき掘り取ったこの土とマルチングしといてあるんで、堆肥がここの花壇にはいっぱいありますんで、それと混ぜながらこうやってあげて、でこの隙間のところはこうやってサクサクやって土をすき込んであげる。
よし、OK。そして、ちょっとこう水鉢っていうのを作っておきます。これね、後でアップで見てみましょう。よし、さてさて。で、この出てきた、木の根っこなんかもあるんで、ちょっとこういう木の根っこ、そして残り取った草なんかは、まあ、まとめておきましょう。くれぐれもその辺にポイってやっちゃわないように、また根付いちゃう場合がありますんで。さあさあ、じゃあ今度ラムズイヤー行きましょう。よいしょ。まあ、植え方は一緒ですよね。まず、よいしょ。この辺にしようかな。うん。日が当たってるもんね。この辺、ちょっと掘りましょう。僕のところはね、こう砂地といって、砂っぽい土なんですよ。だから、まだ穴掘りやすいんですけれど、硬いところってなかなか手じゃ掘れない時ありますよね。また機会がありましたら、僕が使っている削岩機っていうのがあって、それの先っぽにスコップみたいな刃をつけるんですけどね、それなんかもご紹介できたらいいかなと思います。よいしょ、よしよし、掘れたね。したらこのさっき掘り取ったやつと堆肥混ぜて、よし、したらこれ取って出して、やっぱり表面の草とか、この枯れた葉っぱとかね、なんかも、この機械じゃないとなかなかできにくくなっちゃうんで、取っておきましょう。綺麗な状態にしてからね、植えてあげた方が多分植物も喜ぶと思うので、ぜひ、この手間を惜しまないようにしてください。どうしてもね、ラムズイヤー中の方がこう蒸れやすいんで、この黄色くなってるような葉っぱも取って、ちょっとね、吸いといてあげた方がいいと思うな。よしよし、さあ、じゃあ綺麗になりました。肩ちょっと落としといてあげて、なんででしょうね、この肩を落とすと育ちいいんですよね。で、まあこの下の方も、まあ、少し根っこが結構回っちゃってるんで、こうちょっとほぐしてあげて、よし、さあ、ちょっとこれアップで見てみます。さあ、まあ、植える前の状態こんな感じですね。ここの肩の部分をちょっとほぐしてあげて、取ってあげる。肩の部分っていうのはここの角の部分ですね。はい。で、下このぐらいほぐしてあげる。根っここのぐらいにもう根っこだらけだとほぐしてあげないとちょっと厳しいですよね。なかなかうまく根っこが張っていきませんので、まあほぐしてあげます。はい。そして上から見るとちょっとこうやって透けてますよね。うん、さっき黄色い葉っぱを、あと枯れちゃった茶色い葉っぱも取りましたんで、ちょっと吸いといてあげる。ただでさえ蒸れに弱い植物ですからね、吸いといてあげましょう。さあ、こういう風に準備が整ったら、この植える穴にこう入れて、植えていきます。植え方はまあ簡単ですよね。この穴掘ったところに土入れて、これで OK っていうわけじゃなくて、まあこれでこうやってザクザクザクっとこの周りの土をちょっとこうね、ちゃんとすき込んだり、うん、そうするとここにこう円ができるじゃないですか。この円をちょっと残すんですよ。これ水鉢っていうんですけど、こうやって、特にね、こっちが高くてこっち低くなって、こう下がってるんですよ。だからお水だってそう流れちゃうじゃないですか。だから下の方に包みを作っておくんです。こうやって、よいしょ。こうね、防波堤。うん。なんかを作っといてあげる。ちょっとこう、押し固めてあげて。うん。で、こうして、よいしょ。うん。こうやって包みを作っといてあげれば、水が流れないんですよ。で、水やりし、これなしで水やろうと思うと、流れてっちゃうんですよね。そうすると水やってもなんか今しつつ染みてないっていう風になっちゃうから、必ずこの水鉢を作る。特に斜面の時には下の方ね、流れちゃう方に包みを作ってあげて、水を止めるようにしてあげてください。さあ、じゃあこれができたら、あとはお水やりしていきましょう。あ、ごめんなさい、ギボウシの方は割と平らなとこだったので、こういう風にね、水鉢を作るだけで OK。ね、水を溜めるスペースを作っといてあげて、これで OK ですんで。まあ、こっちはこんな感じでお水やりをしましょう。さて、行きましょう。よっ。お水やりは、まあ、簡単ですよね。こう、ここに水が溜まるように。見えるかな？こんな感じね。うん。ちょっとアップで見てみましょうか。もう一回やってみましょう。
と、はい、こんな感じね。ちゃんと水が止まってくれるんです。ここ斜めになってる場所なんですけど、ここに包みがね、ここに包みがあるんで水が止まってくれてます。これ作らないとちょっと厳しいですね。お水やりうまくいきません。というわけでここにお水が溜まって染み込むのを待って、また再びやります。でその間にこっちやりましょう。こんな感じね。こっちも、あ、そうか、ここちょっと流れちゃうんで止めましょう。こうやって、はい、やっぱりここも水が溜まるような状態、こんな感じにしてあげてください。さあでは、こっち水引いたね。じゃあ引き続きやっていきましょう。結構乾燥してるな。うん、よっこいしょ。こんなに乾燥してると思わなかったな。そうなんです、この土の乾き具合ってのもまあ見てあげた方がいいと思いますね。しっかり根付いている植物たちだったらまあまあ問題ないと思うんですけど、例えばあの植えたばっかの植木とか結構ね乾燥厳しいですよ。乾いちゃうような場所だと、人間が頻繁にお水やりしてあげないとね、植えてから1年ぐらいはうまく根付きません。だからなんか植えたけど調子悪いなっていうのは乾燥が原因の場合っていうのは結構あります。ちょっと気をつけてください。まあ、せっかくなんで水が染み込むまで他のところもお水あげておきましょう。って言っても明日から雨予報なんだよね。なんか僕がこうやってお水やりしたりなんだりすると大体雨が降るっていうね。あとなんかイベントやろうかなとかね、何かやろうと思うと雨が降るんですよね。最初みんな笑ってくれるんですけど、そのうちみんな笑わなくなるっていうね、え、またみたいなねになっちゃうっていうぐらい雨男なんで、なんかね、そうそう、うん、世が世だったら結構重宝されると思うんですけどね。さあもう一回、3回ぐらいこれ繰り返した方が僕はいいんじゃないかなと思ってます。よし。でね、あと土ってなかなか不思議で、例えばこうやってね、この手前映ってるかな、ラムズイヤーのあたりか、まあいいや、ちょっとすいません、下の方によいしょ向けて、例えばまあこの辺ね、この辺か、じゃーってやるじゃないですか。このぐらいやって指さしてみても意外と乾いてたりするんですよ。まあ、これアップで見てみようかな。ここ分かります？さっきお水あげたんだけど、こうやってやるとこうね、表面しかね水染みてないんですよね。だからね、お水やりって怖いんです。本当にね、しっかりやらないと水ってね染み込まないんですよ。だからね、僕確か花博だったかな、2004年に浜名湖花博っていうのをやったんですけれど、あの時にね指示されたのが1平方メートルあたりこうやってやって10秒間、1,2,3,4,5、早いかな、6,7,8,9,10、このぐらいかな、このぐらいでやってやっと染み込みますんでっていう風にね確か指示を受けた覚えがあります。さあこれで水が染みて、さっきのところちょっと掘ってみると、まあまあこうやって水は下まで行ってますよね。ところが掘ると意外と染みてない。ああ、まあまあ染みてるか、でも思ったほど染みてないんですよ。だから乾いてるなと思ったらしつこいぐらいにこうやってやっとかないと、実はそこの土地って乾いたままだよねっていう、表面しかお水がないよねっていう状態なんです。まあもちろん植物が根っこを伸ばしてって言ってくれれば、その根っこの先には水分があるんでしょうけどね。だけど植え付けたばっかの植物ってそこまで根っこ伸びてないんですよ。だからお水っていうのはあげた方がいいと思います。特にこの木の下ね、木の下なんていうのは意外と乾燥しやすいんですよ。木の下とか建物のね、際とかね、そばとかなんかは乾燥しやすいんで、雨が降った次の日でもやっぱりチェックしてみるといいと思います。だから雨チャンスですよね。乾きやすい場所と乾きにくい場所のその見極めってのができますからね、ぜひ雨でも嫌がらず1回でいいんで出てみるといいんじゃないかなと思います。さあさあ、そうこうしてるうちに結構ここも水が溜まったな。さあどうかな、
このぐらい水が溜まって染み込んでくれればいいと思うんですけどね。あっちの義母子さん、義母子の上にこう水溜まり、水の玉ができると綺麗ですね。あれもいいですね、絵になるな。義母子の方染み込んでってくれましたね。こっちの方はまだかな。こっちね、でも上の方が僕心配なんだよね。上の方ってこっちの方ね、こっちこっち。うわ、ああいいねいいね、あバッチリ染みてますね、いいと思います。ということは下の方はもう完璧ですね。ちょっと水が溜まってるぐらい、OK。 そうしましたらこうやって肩が出ちゃってるじゃないですか。こういうのは、まあ、ちょっと隠しといてあげましょう。こんな感じか。ごめんなさい、映ってなかった。あ、こっちなんかまだ乾いてますもんね、ほらお水あげてんのに。なのでもうちょっとあげた方がいいかなと思います。そう言われてみればもみじも植えて 2,3 年は結構僕お水あげてた気がしますね。よし、さあこんな感じで、出てきちゃった根鉢隠して、OK です。じゃあもう一回ちょっと今洗ってあげるといいですね。こうやって洗ってあげて、表面についちゃった土を落としてあげる。そしてこっちの方全然水染みてなかったな。これからまあ雨増えてくれるのであれですけどね、よっぽど大丈夫だと思いますけどね。まあせっかくなんでこうやってちょっと1平方メートルあたり10秒間やっといてあげるとまあ安心かな。でもこの子たちはもうここ数年ここで育ってるんで大丈夫でしょうけどね。よし、まあまあこんな感じです。で、植栽してあげれば今の時期いいんじゃないかなと思います。あの義母子なんかも芽が出てきて4月になると急速に芽が出てくるでしょう。まあそういった、苗が園芸店さんなんかやホームセンターさんなんかで販売されてると思います。うちでももちろん販売しておりますので、ぜひ義母子、こう木の下とかなんかだと適地ですので植えてみてください。それでは以上です。ありがとうございます。お疲れ様でした。さあ以上、お庭の作業でした。なかなかね、いろいろ他にもお伝えしたいことはあるんですけれど時間長くなっちゃうので、あの数に絞りました。皆さん、お庭でお困りのこと結構あるかと思います。それで皆さん私もねお客様のところに行って作業している中で、いろいろ言われるんですよ。これ困ってるんです、あれ困ってるんですってね。でそれなんかをまあ僕のお庭で、問題解決みたいな感じで作業をしていくんですけれど、最近 YouTube ショートっていうのができたんですよ。60秒、15秒と60秒の動画を撮れるんですけれど、皆さん見ていただいている方もいらっしゃると思うんですが、そちらの方でね、何でしょう、簡単な作業だったらお答えできるんで今やってるんですよね。なので皆さんが YouTube にコメントをいただいて、これどうしたらいいでしょうかっていうやつを、じゃあこれすぐ取れるなとかねっていうふうにできますので、なかなかね最近コメントへの返信ライブも忙しくてできない状況です。ですのでお答えできる限りはその YouTube ショートの方でお答えしていきたいと思いますので、コメントをいただければと思います。コメントしっかり僕見ています、ちゃんと見ておりますので、それにお答えできるものはお答えして、あと緊急性のあるものね、今ちょっとなんとかしないと植物枯れちゃいそうなんです、どうしたらいいでしょうかっていうものに対しては直接返信いたします。ですので皆さんご遠慮なくコメントをいただければ嬉しく思います。そして緊急性がなく、これはちょっと動画を撮ろうと思うと長くなるなっていうのはこんな感じで動画にしてみたいと思いますので、ぜひ、コメントをいただいたり、もしくは直接私に言ってくださっても結構ですよ。お店に来て直接私にこんなもの困ってるんで動画にしてくださいって言われれば私なるべく動画にします。基本ノーと言わない日本人なので、やりますので、ぜひリクエスト、コメントお願いいたします。それで暖かくなってきましたからね、植物も人間も動き出します。それとともに虫も動き出しますので、これだけはもう注意してください。特に蚊とかね、蜂とかで、まあ、出てくるんですよ。あと他の蛇とかね、危険な生物も動き出す時期ですので、ぜひそこだけは気をつけて皆さん、いい春にしてください。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。本日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。